初めて会った人に名前聞くといいですよっていうね。で、なんでですかったら、人は生まれた時はただの生き物ですって。うん、どっから人間になると思うってものすごい難しいこと言われましてね。立ったとこから違うのよ、名前つけられたとこからって。こんな人になってほしいという、最初に人間の愛がそこから始まるんですって。で、いい人になってほしい、吉尾さんってある。でも刑務所行ったら吉尾さんっているんだよね。少年犯罪 で家庭裁判所送りになって、家庭裁判所で生まれて初めて上下の名前呼ばれる、結構多いのよって。それまで何て呼ばれてたった多い、他にはそこの、結構多いのよって。高石さん、非行問題はねって、家族の問題です。家族の問題は家族の人間関係の問題です。家族の人間関係の問題は待つことですって。で、僕すぐ口答えして、え、愛じゃないんですか、そんなかっこいいもんじゃない、待ってりゃいいのって。いつの世も人は海へ山へと旅に出かけるけど、私の好きな恩師から学んだ高石さんの言葉一つ一つが、福祉の現場で人のために働いている観客の心を癒していきます。歩けばあの子は天使のよう。検査さんでも看護師さんでも、この仕事やる人ってのは、お友達必ず作っといてねってのが合言葉です。もう今日それだけで、もう人間の世話する人ってやりすぎると必ず上からやりすぎだようになります。やってよかったけど、でも全体として困るって言われた時に、友達がでもあんたよやったよって、これがないとやっていけないんですよ。よかったねと言ってくれる相手と、大変だったねって言ってくれる相手つかまらないと悲惨な人生になりますよという。お金では買えない幸せになるテクニックを身につけていくことが今の時代には必要だと高石さんは言います。高石さんの人生には多くの先生がいました。教えてもらった幸せのテクニックを伝えていくことが今の高石さんの仕事なのです。